隊長がいらっしゃらない時にあげた動画が、はい、プチバズりを見せましてですね、はいはいはい、一晩で2万再生ぐらい、そうですね、はい、ちょっとびっくりしましたね、はいはいはい、いつも回っても一晩で200ぐらいなんですね。そう、平均200とか1000倍ですか。1000倍です。通常より1万8000なるほど。でこれがまた、はい、普段我々の上げる動画って、はい、基本高評価率が 100% なんですよ、はいはいはい、少なくて、はい、少なくてもまあ 90% とか、まあそうですね、1人とかですもんね、おそらく、はい、今回ですね、はい、50% ぐらいなんですよ。まあ物議を醸す話題、ようやく盛り返して 60% 近くまで高評価率は来てるんですけど、はいはい、でまあ、基本トンチンカンなことを言ってる私が、はい、不快だと言われてる感じですね。まあ、あれはトンチンカンっていうか議会側の肩を持つからですよ。でもあれを食らって思うのは、はい、食らうわけじゃないですか僕は、はいはいはい、この人が悪いって思った方は、はい、叩いてもいいって感じなんですね。まあ、多分そんな感じなんじゃないですか。でそういう姿勢のマスコミを叩く、はい、そういうマスコミは良くない、はい、はい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 、なんかリンチだみたいなのを言ってるのを聞くんですけど、はいはい、リンチはあるんだなと思いましたね。少なからず、まあ、ネット誹謗中傷あふれてるじゃないですか。あ、なんか僕は、はい、あの市長のことをとても認めてるんですよ、はい、不安とまで言ったんですよ。多分認めてないように聞こえるんだと思うんですよね。今回も今月もとてもいい働きをしてます、はいはい、が、やっぱりね、うん、議会側がひどいんですよ。議会側がひどいんですよって話をしてれば多分そんなに戦わない。いや本当にひどいんです、犯行の仕方が。あ、そうで、多分そっちの話に持っていけば多分そんなに言われないんですよ。でも多分そうすると見られないんですよ。わかんないですけどね。わかんないですけど、うん、そのなんか言いたい人が集まってくるわけじゃないですか。あ、なるほどね、多分秋田方市とかで関連動画とかに出てくるんですよ、はい、なるほど、で好きな人が面白いっていろんなチャンネルとか見てて、はい、うちにたどり着いてそれが2万とか再生されたみたいな流れだと思うので、はい、なるほど、そうだそうだってなる可能性もあるかもしれない。基本はそうだそうだと僕も思ってますよ、はい、でも、はい、いや例えばね、議会を私物化する政治会議員がいなくなれば、はい、まとまるんじゃないって声があるんですけど、はいはいはい、うん、それは分かりきったことじゃないですか、はい、で反対に立つからそうなるって話です。じゃあでも、はい、もうそれを言っててもしょうがないんですよ、はい、って思うんですよ僕は。でも市長を言っててもしょうがないわけじゃないですか。もちろんです、はい、で僕は考えるんですよ、はい、どうしようと、うん、で、あって思ったのが、はい、多分この政治会議会側は分からないんですよ、はい、何を言ったらいいか、はい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 、だと市長にこれをぶつければいいんじゃないっていうのを、はい、教える動画ならどうですかね。で、はい、政治会側の人これ見てくださいと、はい、これを見てこう突っ込めば市長に、うん、なんて言うんだろう、無理ですよ。いや、あの市長には勝てないですけど、はい、要は議論ってこういうものだよっていう、はい、うんうん、結局イチャモンなわけじゃないですか。今はイチャモンしかしてないから怒られるし、そうそうそう、市民世論も誰も味方しないんですよ、はいはい、ただなんてイチャモンをやめましょうだと思うんですね。イチャモンをやめて、はい、イチャモンやめましょうだと今度は、はい、喋らないってなるわけじゃん。喋れない。喋れないも怒られるんですよ。うん、でもまあその市長のおっしゃる通りですって言っとればいいわけですよ。言いたいことがなければ。そうすると二議長制の意味を分かってますかと。でもその何でしたっけ、政策が良ければそれに乗っかるみたいな。是是非非ですか。是是非非。是是非非ですね。是是非非で言えば市長が正しいことを言えばそれその通りでおっしゃる通りですね。いやでも僕ね一個ちょっと懸念を抱いているのは。うんうんうん、無印、はい、無印って、うん、ウイグル新疆の綿を使ってるとかで、はい、ユニクロと無印って指摘されてるじゃないですか。はい、わかんないですけど、あ、まあ、これがね2021年の話なので、はい、なんて言うんでしょう、今どうなってるかはわからないんですけど、はい、その2021年の時にアメリカとイギリスから新疆の綿使ってるねと、はい、でそれを指摘され、はい、売れなくなってるんです、はい、アメリカイギリスで、はい、これ、はい、ウイグルで、はい、労働条件が悪いところで、はい、不当に働かされ、はい、その綿を使ったものを使ってるねっていうので指摘され、はい、売れなくなってるんですね、はい、ただそれはいろんなニュースを見ると探して、はい、ちゃんとしたところで働いてるっていう見方もあれば、はいはいはい、うん、
その辺がまだその、まあ、立場によって整理って変わる若干そう。ただ、はい、ジャニーズ問題あるじゃないですか、はいはいはい、あれ今どうなってます。どうなってます。噂だけはあったよと。噂は聞いてましたわ、うんうんうん、噂は聞いてましたわなんですよ、はいはい、でも今こうなってるじゃないですか、はい、新居のやつも噂かもしれないですよ、はい、今は、はいはい、でもアメリカイギリスでは動いてるところもあるよと、はい、それを秋高田氏が使うのはどうかと、はい、っていうのって、まはい、なんかそれってちょっと議論になりません。反対するにしても、はい、いやそれを懸念してると我々は、うん、議会側はでそれをそのように説明したらいいっていう、うん、この市長には、はい、ぜひこういう戦い方をしてほしいっていう、まあ、でもすぐ議会側そうだだうん、はい、まあね、はい、で今は僕これしか考えてませんけど、はい、そのまあ戦うところが別に戦わなくてもいいんじゃないですかねいやこれはちょっと僕は、はい、あの無印良品に関しては、はい、若干これ思ってたんですよ、はい、大丈夫って噂あるよって、はい、労働条件が悪いところで、はいはい、だって今 T シャツ無印700円で買えるんですよ、はい、700円ですよ、はい、どうなってますこれ、まあ、そんなのが気にしない人も多いわけじゃないですか。でも急にジャニーズもあれが上がってきた瞬間に、うん、もう見れないって言うんですよ。みんなあれをやってたんだねって。まあでもまあ普通に出てるじゃないですか。出てます、はいはい、っていうのを見ると、うん、なんかこういうなんて言うんだろう、議論をちゃんとやろうねっていう、はい、政治界の議会側の人よと、はい、この動画を見ろと、うん、で市長にはこうやって突っ込めば、はい、議論が成り立つと、はい、そういう動画を作って、うん、市長も望んでいるのは、はい、健全な議論なんですよ、はいはい、なんで健全な議論のやり方を、うん、議会側に教える動画。議会側はそもそも議論したくないんです。負けますからね。負けますし、はい、結局自分たちに非がいっぱいあるわけじゃないですか。今は非しかないんです、ね、それをいかに隠そうかっていうのをただまあ法律はよくできたもので、はいはい、やっぱ数の理論なんですよね、はい、っていうところなので、まあ、叩かれるわけじゃないですか。でも彼らは、はい、どうすればいいんですかね本当に。だからもうそうやっていかに逃げるかを考えてるってところですよねきっと。まあ、逃げ切ってお金もらって売買なんでしょうね、はいはい、だから、まあ、多分次も当選しますよ、うん、で多分、まあ、それが目的なんじゃないですか市長は。でもあいつらあそう確かにまあ今9対8なので、はい、確か、はい、今勝てなくてもあいつらをまあなんで次市長がやるって言えば、はいはい、そうなるかもしれません、はい、でも市長はやるかどうかわからないって言ってるんです。はいはい、うん、まあ、だからあの人たちにこんなか悪い悪評が立てばいいぐらいの感じかもしれないですよね市長も。次にあんな無能たちが当選しなければいいぐらいの。なるほど、はい、でまあ思惑まではまあ分かんないですけど何考えてるかまでは。まあこの我々の動画にコメントいただいた方の中にも、はい、主な目的は、はい、ああしたい、うん、こうしたいっていうわけではなくて、はい、その市民とか、はい、議会の、この意識改革がやりたいんじゃない、はいはい、って言ってるそばから、うんうん、このハゲ何が言いたいかわからないっていうねコメントがやっぱり上がってくるんですよ。はい、はい、あ、ま、こうやって誹謗中傷ってされるんだなとか思いながら。多分そのそっち側に立つからですよ。なるほど。っていう無能側に立つからまあ僕はこういうのを見ながら、はい、まあ、別に消しちゃうでいいんですけど、はいはい、なんか心の寂しい人だなとか思いながら、はい、なんかそっとじっていうのはできないかねと、うん、でまたそのバズった動画は、はい、ワンツースリーの3本目なんです。はいはい、ワンツーも見てくれとついでにあの文脈を文脈なんだと思いながら、はいはい、あくまでタイプ論の話をしていると、はい、でこういう、うん、僕はこういうタイプだよっていう話の中で、うんうんうん、まあまあをやるタイプだよっていう話の中でやってるつもりなんですけどね、うん、はいはい、多様性の話をしていま す, ま考え方の違いじゃないですか、はい、感じ方というか。いろんなコメントをいただいてます。もう、はい、やっぱねハゲが一番多いですね言われるのは。まあ言いやすいからじゃないですか。ハゲが深いっていう。ハゲはこれは誹謗中傷だなとか思う。誹謗中傷ですよ。で一つ思うのは、はい、あの市長、はい、素晴らしいですよ、はい、僕は不安ですよ、はいはいはい、でやっぱりこういう声も上がってくるんですよ、はい、議会側が、うん、やめましょうかこれまあどっちでもいいですけど、どうせまた叩かれるし、まあ、議会側がね、はい、あの要は叩かれると、はい、で怖くて喋れみたいな話をして、要は殺人予告めいたものを受けた、はいはいはい、殺人予告のようなものを受けた、うん、から喋れないみたいな話をするんですね、はいはい、そうすると市長は言うんですよ、うん、
ようなっていうのは何ですかと、うん、まずだからあなたはされてません、うん、であなたがされたようなものであるならば、うん、私もされてますと、うん、で政治家っていうのは、うん、得てしてそういう職業だと、うんうん、言われる職業だと、はい、で要はその議員たちは、うん、こういう切り取り動画をやめてくれみたいなことを言いたいみたいなことをするんですけど、はい、それは止められないって言うんですね、はい、市長は、はい、止められないし、もしか誹謗中傷を受けたのであれば、はい、その受けたものを、うん、警察にあげるなりして、はい、そういう対処を取ればいいでしょって言うんですよ、うん、僕はそれを見てね違うと市長から言ってくれとあの切り取り動画で誹謗中傷は良くないよって、はいはい、僕は言ってほしかったんですよ、うん、ハゲって言われるからハゲが深いってまあ、自分のそんなことは俺も言われてるみたいな話ですよねなるほど、はい、僕別にでも政治家じゃないんですよ、はい、そのまあ市長が話してるのは議員たちですからねなるほどもうね、はい、でもなんかまあ言いたいんでしょうね言いたいんだと思いますよ一言、まあ、ストレス溜まってるんですよいいターゲット見つけたらなのかなるほどでもまあ、はい、50% で 50% はいいねしていただいてるので、はいはいまあ、主に体調なんでしょうけどね、まあ、右の人は冷静だ、ね、右の人がいちいち正しいみたいなコメントもいただいてますのでだから僕の意見は多分そっち側の意見だからですよ市長側の意見というかなるほど、はい、じゃあでも僕もひどいのは分かってますよはいまあ本当ひどいです、はい、議会側はいただなんか健全な議論が進むといいなと思うと、はい、この無印の問題とかは、はい、さっき挙げたようなこととか、うん、あの副市長、はい市長がいいって言った、はい、人に関しては、うん、あの議会と市長の話がうまくいってないのであれば、うん、副市長は我々が選んだ人を副市長にしてもらって、はい、対話を進めるべきだ、はい、みたいな話をするとかね、うん、あ多分こんな秒殺でこ多分秒殺なんでしょうけど、はい、なんか議論がうまくいくような動画を上げたら、はい、そのどうかと思ってます市長のいいところ、うん、今日の市長のホームランばっかじゃなくてねはい、はいまあ、多分あのなんかストレス溜まってんですよ議員たちにあれはね本当ストレス見ててイライラします本当、はい、本当にイライラしますはいだとそれをうまくやるようにやるのが、うんうん、あの使命なんじゃないかはいだから悪人は叩いてもいい理論が多分ネットにはあるんですよなるほどでもっていうと僕は悪人じゃありません、はいはい、悪人側についたように見えるって話ですよ悪人でもないし政治家でもないです、はいはい、きちんと納税してる、はい、あの上か下かでいうと、はい、下の方で暮らしてる人です、はいはい、というところでごきげんよう。ごきげんよう